飲食店は永遠に時短営業してくれは業界に消えろと命じたと同じ。2日 FNN プライムオンラインで出た政府の分科会、尾身会長の発言に波紋が広がるとみられる。尾身会長は、飲食店のガイドラインの遵守の徹底なんていうことは、見回りすることは前になかったが、これをやらない限り、飲食店は永遠に時短営業をしてもらう必要があると思うと言ったのだ。尾身会長は大阪などに、まん延防止等重点措置を適用しても、飲食店に時短営業を要請するだけでは不十分で、自治体が見回りを行い、感染対策が徹底されている店舗を認定する制度の創設などが必要だとする認識を示した。その上、見回りなどが行われなければ、飲食店は永遠に時短営業をしてもらう必要があるとの認識を示した。不用意に聞こえる発言に、集団ヒステリーに踊らされる類はここぞとばかり、飲食店は永遠に時短営業といったが正論だ。夜の食事は体に負担が大きいので、深夜営業なんて論外なのでは。ときた。調子に乗ってコロナ話題から脱線した言いがかりに気がつかない。冷静に受け取れば、尾身氏が言いたいのは、規制遵守を飲食店に丸投げし、見回りだの、店のお願いを聞かない客に対応をするなど等の、罰金取るぞと。飲食店を脅すだけで、本来、行政がすべき仕事を放置している行政に対する苦言だろう。行政がまともに働かなければ、飲食店は倒れる、失業者は増える、空き店舗も増える、税収は減る、生活保護申請と犯罪は増える。小池都知事が大阪市のコロナ感染急増を大阪株と表現したという。こんな心ない発言をもてあそぶ行政トップを軽蔑する。時短である程度の効果しかないことが分かった。方法を変えればよい。時短飲食規制ではなくその内容を考えよう。何時までだろうが、飲んで騒いで喋りながら飲食すれば感染確率は高まるのだから。日本は明らかに感染防止に成功している。病床数が足りないので、欧米以上の自粛を強いて経済も生活も頓挫させた。数字を冷静に見れば、医療対応数不足が問題なのに、身内の医師会には何も言わず、頑張っている国民に無理を強いているだけの分科会は考え直せと思う。飲食業界にさらなる規制を強いるのは業界に死を要求することと同じ。お聞きいただき感謝申し上げます。